はい、ということで今回は読売ジャイアンツのアダム・ウォーカー選手を作ってみました。いやー、ここでね、ウォーカー選手ということで、まあね、フォームはまあまあいい感じにできたかなって感じなんですけど、ちょっと顔はね、全然似なかったですね。何なんですかね、もうちょっとね、久々にね、選手作ったんで、その影響もあるかもしれないですね。そして相手はダルさんですね。ちょっと頑張って打っていきたいアダム・ウォーカー選手です。まあね、結構ドレッドヘアとかがね、なんか後ろ姿はめちゃめちゃいい感じかもしれない、ドレッドが似てる。この覚悟だとね、ドレッドがあんま見えなくて悲しいんだけど、まあちょっと暗いしね。もらった。いやー、いけいけいけ、間に合う。セーフセーフセーフ。ウォーカー快速を飛ばす。結構ギリギリだったね今。走り方ちょっと変えてみたんだけど、こんな走り方ではないかもしれない。俊足ですね。あとね、背番号がね、設定したんですけど、多分ダメでしたね。普通にいるんだと思う。悲しい。終わっちゃったし。お、守備だよ、守備。ウォーカー選手はね、何かとやっぱり守備での話題が多いですよね。取れるぜ、ちゃんと。でも絶対ね、ポテンシャル自体は高いと思うからね。亀井コーチに任しておけば、すごい強肩とかね。投げ方とかが良くなって、強肩になって。結構ジャンピングキャッチとかたまにしてますよね。さあ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 。まあ、守備ではいろいろありますが、ただ打撃に関してはね、もう、素晴らしいというと偉そうですが、すごいですよね。まあ、現時点だと2割7分6厘で本塁打19、まあ、30本以上のペースですよね、普通に。しかもヒットもね、なかなか打つっていう。今年の助っ人外国人の中では相当いいですよね。よーし、ウォーカーバズーカー、結構飛んだな。しかしやったぜ。やっぱジャイアンツのユニフォームって似てるよな。ウォーカー感がすごい出てる気がする。いいですね。パフォーマンスはめっちゃ普通にしちゃった気がしますね。いや、いいね、ウォーカー感出てるよ。ここはどうでしょうね。打ってやったぜと。あ、そうだ、正面からね、見てみますか。ちょうどホームラン打ったし、まあ、こんな感じかな。まあいいんじゃないかな、まあ、ノーステップっぽいんだけど、ちょっとノーステップじゃないかな。まあまあ、でもおおよそ似てるかな。背番号だけ再現できませんでしたけど、あとグローブとかがね、結構特殊なアメリカのメーカーを使っててね、再現できなかったっていうのと、バッティンググローブもメーカーがわからなかったので、おしゃれなバッティンググローブにしました。なんか落とした。二塁行けたかもしれんな今。あとウォーカー選手ってめっちゃ背高いんですよ。196センチあるっていう。おーっと、危ない危ない危ない。ちょっとぼーっとしてた今。よし、スティールベース、いっちゃうよ。よいしょ、いけ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 。オーケー、セーフ。いいね。ちょっとスタート薄かったけど。お、ドレッドの共演。ウォーカーとタティス。ちょっと下がっとこうかな。勝手に下がっちゃう。いや、もう壁やん。壁。あ、めっちゃ前。見せてくれ。俺か？と。
思いのか早くボールが来てしまった。あ、三塁投げればよかった。まあ、ミスはね、もうバットで取り返すというそういうスタイルですから気にしないね。パーフェクトだ。いや、いいね。なんかウォーカー選手ってジャイアンツのユニフォーム似合うんだよな。これが多分ヤクルトだったらなんかすごい違和感感じる気がする。広島もまあやっぱ長く見てるからかな。ダンウォーカー、そうそうそう、ちゃんと名前読み上げがあって嬉しい。アウチ。フォーシームファーストボールか。球種少なくね。本当にこれだけの球種でメジャーを戦っているのか君は。そうすごすぎるぞ。オッケー、いいね。まあ、ヒットもね確実に打っていくところがねいいですね。結構似てんじゃねえかな。走っちゃうよ。いやでもちょっと足警戒されてるからな。レッツレッツレッツゴー。おー、行くよ行くよ行くよ。まずいです。おー、なんかウォーカーっぽくない今の。ヘッスラを決める感じいいですね。あ、ノーアウトか。無理に走んない方がいいかな。そりゃそうやって。これはタッチアップだね。浅いけど行く。浅くても行くんだ俺は。審判アウトだよね。いいとこ投げやがって。お、いいね、この視点いいよ。おお。セーフじゃね？これリクエストできないの？しかもリプレイできんやん、もう終わっちゃったから。見たかったのに。はい、ということでね、2試合目やっていきましょう。なんかロゴの色がね、めちゃめちゃ似てるわ。同じやん、もう。ということでね、まさかのね、マックス・シャーザーが出てきましたね。怖いなぁ。でも打っちゃうもんね。お、特大ファール。シャーザー結構投げ方似てるかもしれない。まあ、クオリティ高くない？座礁にしては。いやー、これ切れちゃうなぁ。ファール。残念そうですね、解説も。いくぞ。あ、くそ。ちょっとファールになるからさ、待ってたら三振したわ。まあ、シャーザーから三振を取られるならそれ本望かもしれない、うん、お、ちょっとちょっと、なんでなんで、おー、なんで、おーおーって書いてあるしね、下じゃない向こうに。確か変なとこ投げちゃった。違うんだよ。これは僕の守備が下手な投げなんだ。よいしょ。ん？ん？おお。すごい飛んだね。ちょっと今、あ、引っ掛けだな、引っ掛けだというか詰まったなと思ったんだけど。嬉しい。うん、まあパッと見やっぱウォーカー選手ですよね。ちょっと顔が本当になくてね、何なんだろうな、まあ、角度によっては似てる。なんかアドバイスしてましたね今、この球打ちやすいわ。ん？誰だ？なんかアレックス・ラミレス選手みたいですね。まあ、でも岡選手はなんかね、リストバンドをね上げたりとかね、なんか毛投げに練習したりとか、やっぱなんか愛されキャラですよね、すごく、うん、なんか人間性がすごくいい人間性がにじみ出てるというか、うん、まあ、応援したくなりますよね。まあ、すいません、僕はあのジャイアンツファンではないんですけども、勝手ながらちょっと応援してたりはします。まあ、いろんな選手をね応援したいですね、うん、野球が好きなので。
しかし引っ張ってしまうな。これどうしたらこっち右に打てます？待って。おお。相当待たないと流せないね、でも、本当に。まあまあ、四角で打ってるからってなるんだろうけど、なんかまるで打つと飛ばない気がするんだよね。気のせいなのかもしれないけど。まあ本当に、まあ野球ゲーム自体タイミングゲーですけど、本当このゲームマジでタイミングだよな。いいですね。あんまり派手なパフォーマンスは出ないですね、やっぱり。まあまあ飛んだな。まあ、守備がね、ちょっと楽しいんで、守備もね、やりたいんだが、ちょっと流し打ちしてみるか。おっ、伸びろ。あー、伸びないけど、流し打ちはできたね。うん、打席すごい回ってくるじゃん。しかも7対7という激アツな。でも9回じゃないからさよならになんないんだよね。めちゃめちゃ球飛ぶやん、本当にすごいな。ウォーカー選手ね、打ちやすいですよ、本当に、うん、おすすめです。まあ僕が作ったんですけど、僕が作っただけですけど。いいっすね。なんか日本人選手とかもね、実装してくれたら面白いけど、日本のプロ野球の。あ、それこそあれよね、なんか WBC モードみたいなのさ、作ってくれたらプロスピ的な。いいね。お、最後守備か。あ、このままね、守り抜けば勝ちですから。今時珍しいバッテなし、気合入ってますね。いいですね、受けてたと。全然投げんよ。ちょっとこれはな、普通ですね。いいですね、でもまあ硬い守備似ている。はい、ということでね、見事勝ちましたね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今後もね、MLB The Show の動画アップしていきますので、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。それでは。